12月6日と13日に2週連続で放送されるフジテレビ系の音楽特番 2023FNS 歌謡祭のうち第1夜で実施される中曽根里の監修のダンス企画のメンバーが発表された画像 TGC でステージパフォーマンスを披露するラウールこのダンス企画では第1夜に出演するグループを中心に代表者7名によるスペシャルメンバーが1夜限りのパフォーマンスを披露 今回の発表で本企画にスノーマンのラウール、B、ファーストのソータ、上腕の川尻伝、アンドチームの K、ジェネレーションズの中塚優太、ダパンプの健造、三代メジェーソウルブラザーズのエグザイルナオトが参加することが明らかになった。また、2023FNS 歌謡祭の第2弾アーティストとして、アド、松東谷由美、ウルフルズ、高根のなでしこ、竹内龍馬、藤光図、 モーニング娘。23打の出演も決定した。松東谷は LAD 馬や松下洸平がユーミン楽曲をカバーするリスペクト。ユーミンのコーナーに登場し、乃木坂46とのコラボで守ってあげたいを披露。アドはフジテレビ湾岸ンンスタジオ屋上の特設ステージから東京の夜景をバックにショー、イバラの2曲をパフォーマンスする。第二夜では デビュー20周年を迎えるスキマスイッチのスペシャルコラボメドレーが実現。スキマスイッチはダイスの王の雄大、花村聡太と、全力少年、マカロニー鉛筆の服部と、愛、上白石萌音と、そう、かなで、竹内と、僕ノート、をコラボパフォーマンスする。モーニング娘。23は、4月に AKB48 を卒業する柏木由紀とのコラボで、恋愛レボリューション21。 お披露。ウルフルズは、ジャルジャルのコント、ウルフルズに影響されているやつに登場する、ウルフルズに影響を受けていそうに見えるが決してそれを認めない架空バンド、ウルトラズとコラボ。2組で、ガッツだぜ、太陽に勝つ、の2曲を届ける。